シーホースミカがお届けするポッドキャスト、シーホースキャスト、略してシーキャス。シーホースミカホームコート MC の小林拓一郎です。この番組では選手やチーム関係者を迎え、毎回テーマに沿ってトークとは一味違うリアルカンバセーションをお届けします。今日のゲストはこの方、自己紹介をお願いいたします。こんにちは、中村太一みんな、よろしくお願いします。ごめん、それに対する韓国語の返しを持ってない大丈夫、大丈夫です。半分もあれ、チャーシューねーよ。半分もあれ、チャーシューねーよ。あー、うまい。韓国語上手ですね、だよね、今の。それだけちょっと。準備してた。よろしくお願いいたします。お願いします。いや、もう楽しみでした、今日は。はい、僕も楽しみにしてました。まずは中村選手、シーホース、お帰りなさい。ただいまです。いやー、これだから2016-17シーズン以来ですね。はい、そうですね。初めの年ですもんね。そうです、B リーグの1年目ですもんね。ね、はい、その時に特別指定という形で、しかもあの時って、史上最年少得点も記録してるんですよね。はい、そうですね。史上最年少出場と得点も決めることができて、スリーポイントでしたね、はい、あれね。そうですね。覚えてますよ。僕もこの間ツイッターでたまたま誰かがその時の映像を上げてくれて、はい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 。それ見て、うわ懐かしいななんて思います。でも自分の中でも記憶に残って、はい、あれはやっぱり結構綺麗に決まったんで、そうスパッと。僕の中でも。でも僕が覚えてるのは後半にレイアップを決めるチャンスがあって、うん、それを外してるのとかやっぱりすごい。もっとできたなって。ああ、やっぱそっちの方に視点が行ったりするんですね。今日はね、ちょっとね、まあ、いろいろキャリアも振り返りながらなんですけど、はい、中村選手って考え方がめちゃくちゃ面白いなと思って、はい、例えばじゃあその韓国に挑戦をするとか、はい、そういうマインドに至るまでの気持ちとか、そのどういう発想でそうなっていったのかなっていうのを、なんかちょっとこうキャリアを紐解きながら伺っていけたらなって思うんですけど、はいはい、そもそもまずはバスケット何歳に始めたんですか？何歳で？僕はもう小学校 1-2 年生ぐらいの時に始めて、うん、まあお父さんがもともとバレーボールで、はい、国体選手ぐらいのこうやってて、うん、で近くに、まあ、バレーボールもともとやっぱりお父さんがやってたからやろうと思って、はい、うん、でも地区になかったんです。隣まで行かないとなくて、バレーが。ほうほう。で同じ体育館競技で、うん、バスケがたまたま僕がいた小学校のところにミニバスケットボールチームがあったので、もうそこに行って、もうそこからもうバスケ漬けです。そこがもしバレーだったらもうバレーだったわけですね。はい、そうです、多分大型セッターみたいな感じで。そうだよねやってるかもしれないですね。でお父さんとしてはやってほしい部分もあったんですね。まあそうですね、きっとやっぱりバレーやってたから。ああ、でもそこでお父さんはじゃあ無理やりやらせようっていう感じにはしなかった、全然。でお父さんも NBA 好きで、はい、でそのところやっぱり BS で NBA やってたじゃないですか。でそれ結構見てたりもしてたんで、はい、それ一緒に見てとかもあって、お父さんもまあバスケにハマったとは思います。じゃあ自分はバレエをやりながら、はい、見るのはバスケも楽しんで、はい、で息子がじゃあバスケやる、はい、じゃあ応援するっていう、はい、まあ、自然な形だったんですね。そうですね、まあ、よかったですね。なんか、1、2年生じゃあこれも遊びみたいな感じで。そう、最初もドッジボールでずっとレイアップの練習とか、はいはい、ドン 1-2 みたいな練習。それ誰が教えてくれたんですか？は、まあ、ミニバスのコーチがいて、うん、でそのミニバスのコーチがすごいボールハンドリングとか、うん、その基礎的なことをすごいピポットとかやるコーチで、はあはあ、それが今のこう、まあ、多少サイズがあってもこういろんなオールラウンドにできる礎というか基礎というか、それは培われたんじゃないかなっていうのは今思います。全部でも今の話を総合してみるとたまたまっていうところだ。あ、そうですね、たまたまですね。そういうコーチに出会える、はい、そういう、まあ、バスケットしかやるところがなかったとか、はいはい、でもそれが偶然が重なって、はい、へえ。しかも中村コーチだったんですよ、その時。あ、そうなんだへえ、ご縁があるね。そうなんですよ、へえ、はい、でそっからでも自分自身はバスケがやっぱり好きだっていうのは自覚してました、ね。そうですね、もう一瞬でしたね、ハマるのは。あ、本当。はい、でもやっぱバスケも見てたし。そうですね、 NBA 見てたし。見てたって言ってて、小学校 1,2 年生でしょ、はい、どういう風に受け止めてたんですか？いや、もうなんか普通にすごいなみたいな。多分僕も覚えてないんで、そんなに小学校1年生の記憶はあんまないんで、うんうん、もうなんかすごいなみたいな感じで見てたんじゃない。あんな感じでできたらいいなとか、あ、そういう漠然とした憧れみたいな、はい、へえ。で元々は運動神経というか、まあちっちゃい頃から、ね、走るのも好きだったし、うん、
まあ、全然運動神経は良かった方だと思います。でも動くのは好きだったんですね、はい、もうひたすら放課後とかもう絶対グラウンドでなんかしてたし、うん、昼休みとか15分休憩とかですら外で遊んでました。じっと知られなくてそれ体は大きかったですか？体もずっと大きかったですね。へえ、まあ、ずっと幼稚園から一番後ろでした。もうじゃあもうずっと止まることなく大きかったもんね。そうですね、まあ、田舎だったんでそんな人もいないし余計目立つし、うん、でまた体大きい運動もできるってので、はい、まあ、結構そういう意味では、まあ、いろいろスポーツやるってなったら中心的な感じには、はい、そうですね、一応中心にはいましたね。でその中で、まあ、特にバスケットにこうハマってると。はい、でこれ小学校の時はずっとそのミニバスですか？そうです、はい、福川ミニバスケットボール、今多分もうなくなったか合併したかなんですけど、うんうん、その当時はやってましたね、福川 でちゃんと部活としてやるのは中学校かな？はい、部活は中学校からですね。この中学校もそのままエリアのところに行ったって感じ。そうです、はい、地元の福川中学校、うん、はい、その時はどうでした？やっぱそれでももう飛び抜けちゃってるじゃない、まあ、大きいは大きいんですけど、うん、まあ、やっぱ中学 1,2 年とかはやっぱ他のところにはかなわなくて、うん、もちろん小学校の時も市で勝てなかったん で、うん、で中学校になって中2 の、 その新人チーム、うん、自分が一番上の代になってからやっとこう市で勝てるようになってみたいな感じですかね、うん、その時の身長どれぐらい？僕小6で166あったんですよ、達成卒業が。今の俺ぐらいで中2ぐらいでめっちゃ伸びて、うん、まあ、膝も痛くて遅くなって、うんうん、中3の卒業が185とか。おお、ジュニアオールスターが中2の、はい、あれ83ぐらいだったんで、そこまで多分めちゃくちゃ伸びたんです。中2の終わりまでにすごい伸びました。でもその当時だとそれぐらいの身長あったら、まあ、ビッグマンというかそういうポジションを任されるようにはなりますよね、はい、そうですね。だけど、まあ、中学校もその先生やなんかバスケ経験者じゃなかったんで最初は、うんうん、途中から順天堂大学とかでバスケットやってた先生がいて、うん、でその先生とかはもう自由にやれって。で僕の周りも僕の同級生でいなかったんですよ、経験者が、はい、だからみんな中学校の時素人5人ぐらいと一緒に出てて、はい、でもうだからリバウンド取ってボール運んでシュート決めてとか全部やってたんですよ、うん、全員がそうやってたんね、はい、で周りはちょっと打つだけ、はいはいはい、もう一人で、あ、そう、大砲中村選手がそれを全部やってた。僕が一人で、はあ、何から何まで全部やってたんで。そうだよね、小学校1年生から一応経験者が唯一だったわけだから、あ、まあ、ミニバスもずっともうそんなワンマンチームだったんで。あ、そっか、まあ、それは生きてるのかな。そうか、じゃあそういう意味ではだから、まあ、あることやっとけっていうよりはもう全部やれないとチームとして勝てないみたいなところが、はい、まあ、そうそうそう、本当に、まあ、ポイントガード的なこともやるし、うん、まあ、フォワード的なこともやるし、うん、インサイドも時には行くみたいな。なんかちょっと今のでちょっと見えてきたのは、多分そういう環境にあったから、はい、自分が頑張らないと勝てないっていう状況が、はい、そうです、いや、まさにそうです。自分が何かしないとできないというか、だから責任感みたいのはそこで芽生えてるわけですよね。めちゃくちゃあったと思います。で今度高校が大堀ですよね。いきなりここでまた超名門になるわけじゃないですか、はいはいはい、これはお声がかかって。いや、これ僕ももともと県内の高校でしか、まあ、考えてなくて、山口、はい、うん、山口高校とか、うん、豊浦とかがあって、はい、で山口高校なんかはすごい先生にも気に入られてて、うん、結構勉強が大変なんで、山口高校頭良くて、うんうん、家庭教師を送ってもらったりとか、大きな方そこまで、勉強してて、で夏に大堀の練習にお父さんに連れてってもらったんですよ、はい、それはなんで？はお父さんがもう調べてネットで多分大堀がいいぞと、なんか近くにも強豪があるし、うん、なんか練習、まあ、山口からも近いしね。そうそうそう、うん、で大堀も 誰でも練習に行くの OK なんですよ、はい、でそれでお父さんが多分ネットかなんかで売って、うん、行ってもいいですかみたいなって、うん、だいいですよみたいなんで大堀に練習行ったんですよ一日、はい、でその時に行くっていうのは参加？そうです、練習にただ参加するだけです。大堀の夏やってる練習に行くみたいになって、うん、で行ったんですよ。でその時、まあ、たまたまちょっとなんかいろいろできたんですよ多分、うん、あんまり記憶ないですけど、うん、そこもで、まあ、ちょっといいねみたいな、はい、監督に片峰先生、うん、田中先生に言ってもらえて、うん、まあ、でもやっぱり大堀って毎年6人とか7人の枠があるんですよ。その枠ってあるんだ、はい、スポーツのこう、まあ、特待生というかがあって、はい、でそこにはまだ引っかかるレベルじゃなかったんで、うん、まあ、例えば僕らの平岩選手とか、うん、松崎選手とかが大堀もともとすごい大堀は声かけてたんですけど、うん、まあ、土浦に行ったりとか、まあ、他の全国の選手も大堀じゃないとこに行ったりっていうので枠が空いたんです、たまたま。それ本当に遅くて、いや11月とかおー電話かかってきて、うん、どうですかえみたいな、
へえ。そんなことある。だから本当に8、9、10とかは山口県内の高校で、まあ、受験して、ちゃんとか塾行ったりして、そうそうそう勉強してたわけ、ね。まあ塾までは行ってないですけど、あでもちゃんと勉強やってた、ね。勉強まあちょっとして、うん、まあそれ行こうかみたいな話してたんですけど、急に電話かかってて、で片峰先生が車で福川中学校まで来てくれて、うん、でお話をして、うん、もう即決です。それで。まあ、やっぱ自分の中では憧れみたいなのその1回練習の時にあった、そうですね、憧れもあったし、まあ、すごいやっぱ強いところでやりたかったし、うん、やっぱ山口県内だとどうしても自分が一番でかい、うん、だからちょっとポイントガードじゃなく、まあ、ガード的な動きじゃなくて、まあ、フォワードだったりとか、はいはい、まあ、そういう動きになるのが、まあ、すごい嫌で、うん、でかいところで思われたい、はあ、ちょっとそういう昔から、はい、そういう挑戦心みたいなのが、はあ、めちゃくちゃありました。あるんですね、めちゃくちゃあったと思います。なんかあればやってやろうって、ちょっとハードルが高ければ高いほど燃える感じではない、間違いないです、はい、それは。その頃ってどうですか、プロになるとかそういうことってイメージしてたのか、はい、そんなことよりももう目の前の、はい、今みたいな目の前の壁を越えることに集中してたのか、どっちですか。いや、やっぱりあの僕小学校2年生の時にこれ書いてあるんですけど、うん、広島でこう世界選手権を見に行ったのもあるし、はいはい、毎年天皇杯の決勝はテレビでやってたりとか、じゃあもう配信も見てたそうですね。めちゃくちゃ見てました柏木さんがもう全盛期でバッキバキの網野さんとか竹内康介さんとかで JR とか古川君とかもみんなそうですね、全盛期もう黄金期それこそ見てて、うん、かっこいいななんて思いながら、はい、で一回多分なんか山口県とか広島とかで試合も多分三河配信時代広島ねありました、あったと思うんですよ2000年代 JBL か、はい、NBL もそうだけど、はい、なんか ありましたよね、そうそう、うん、山口県でもなんかトヨタが来たりとかあって、うん、ボンボンで応援してたじゃないですか、はい、あの時代、はい、あれも多分めちゃくちゃもうめっちゃもらっていてパンパンスティックあれ確か家の引き出しにめちゃくちゃOSG と IC とすごっトヨタとみたいなのすごっ、あとパナソニック、はい、とかの当時の、ね、競合、当時の競合すごい、うん、やっぱ天皇杯の上の方しか試合やってくれなかった、そうか、見る環境はないじゃないですか、はい、今みたいに、はい、だそれを必死に見てバスケットライブとかなかったもんね、あそれもそれに食いついてこれなんだと、であそこに行くっていう、ここで俺はできるって勝手に思ってました。おおすごい根拠のない自信がありました。それはもうずっとあったそうですね、もうできる、やる、やりたいとかじゃなくてやるんだっていう、そうそう、もう俺はここにいるんだ、セルフイメージちゃんと持てる人なんだね、そうやってね、持ってたんじゃないですか、強いねそれね、はい、だってそれにやっぱ引っ張られるじゃん人間って、そうそうそう、もうそれ言葉にも出してたし、うん、それするために何が必要なんだっていうのすごい、じゃあ逆算だ、多分向かって頭働かしてみたいな、そうなるとやっぱり強豪校に行って、そうでも大濠で、うん、全国出て代表に引っかかってとか多分想像してたと思います。そっか、はい、最初にじゃあ大濠行ってその枠が決まってるみたいな話があった時に、はい、ちょっとその時ってのは悔しいと思った、いや悔しいですよ一番下っすからやっぱ、そうか、だからそこに入れない自分っていうのをやっぱそこで痛感もしたし、はい、でもそれをやじゃあ今度乗り越えてやろうっていうのも、そうっすね、やっぱりそこはもうハングリー精神、はい、あそっかすごい面白いな、はい、発想っていろいろあって、例えばじゃあそういう感じなら俺は違うところに行ってあそこを倒す感じになろうとか、やっぱ自分が中心になってこのチームで強くしていつか全国でそういうところでやり合おうっていう考え方もあるし、今みたいにとにかく強いところで揉まれたいっていう思いもあって、その揉まれたい方にじゃあ飛び込んでたんですね。揉まれてやっぱり、ね、日々ある環境っていうのはすごい大事だと思ったんで、やっぱ自分よりも上の世界というか上のレベルにいる選手をやることで自分がそれに近づけるんじゃないかっていう、それは多分すごいあったと思います。大濠入って、はい、じゃあこれで入学することになって、はい、行った、はい、そこで、まあ、いる先輩方、はい、ちょうど先輩で言うと、はい、津山選手とか、はい、津山選手1個上で2つに杉浦優斗選手とかね、そうです、この X3 ですね、ここはすごかったです、やっぱりオーラがあったし、そうか、はい、この辺り、まあ、あと同期で牧選手、増田選手、はい、この辺りやっぱ全国から集まってきてるじゃないですか、はい、最初に感じたことって何ですか。いやーなんすかね、かなわねえなーすかね、あそれは同期でも、同期でもす、やっぱりもうアンダーの代表も行ってたりしてたメンバーだったんで、まあ、これが全国かと、はあ、そこで一旦そのかなわねえなっていうのをちゃんと認めるんだ、そうっすね、全然認めてたっすね、で認めた上でどういう切り替えにするんですか。いやもう負けないぞっていう、それだけっす。あやっぱちゃんとそこ受け入れるんだね、一回現状というか、一旦こう
見るというか、うん、人間観察じゃないですけど、うん、観察して、うん、あ俺こうなればいけるなとか、うん、ここを直さないといけないなとか、うん、そういうのを結構考えると思います。じゃあその今感じたここはいけるっていうポイント、まず何だったんですか。はやっぱでかくて、うん、ボールハンドリングがあったんで、まあ、そこだなっていうのと、まあ、あと視野の面と、うん、まあ、パスも結構できる方だったんで、うん、そこはやっぱり周りのチームメイトがあんまり上手い人がいなかったんで、うんうん、その小中学校で、うん、こうパスでクリエイトするのはもうだから本当にシュート入んなかったんで、めっちゃ正確に出さないと決めてくれないしみたいな。そうか、はい、それをもう培ってきたんです。そうそうそう、多分それが意識してたんだね、はいはい、それが生きてると思います。はあ、じゃあ逆にかなわないなって思ったことは、ワンもやっぱりシュート力と身体能力、うん、ワンもやっぱフィジカルとか、うん、僕腕立て1回もできなかったんですよ、ここ入った時。どこ腕立て伏せが1回もできなかった。じゃあそれまで筋トレってやってなかったの。やってないです。知らないし情報もないし。いやいや、お父さんいるじゃん。いやいや、お父さん全然実業団で前やってたお父さんいるやん。お父さんも別になんかやってる感じなかったです。めっちゃ意識高いんですよ、お父さん。なんかバイク越えたりとか、うん、それ多趣味でやるでしょ、はい、でストレッチもめっちゃやってたし、うん、腕立てはなかったんですよ、多分自分の中で。スクワットとかもちゃんとやったことなかったし。逆にもしかしたらお父さんがまだ筋トレをそやる年代じゃないって思ったかもしれない、ね、それもありますね、うん、まあ、高校生からでいいんじゃねえかみたいなのも確かに確かに、ちょっと聞いてみたいですね。だってそれ怪我しちゃう可能性もあるから、ね、まだ今体作っちゃダメだっていうのが、ね、筋肉つけすぎるとやっぱり身長は伸びないというか、やっぱりサッカーとか陸上をやってると下半身がすごい負担かかるから身長伸びないっていうのは、うん、あだからやっぱりバスケは身長もいるし、バレーもそうだし、はい、なんかそこまでまあもともと膝も悪かったし、あ無理して追い込むというか、そこまで多分父さんコントロールしてたから知ってたのかもしれないです。ちょっと聞いてみて、多分そうだと思う今の話だと。そうだから本当最初筋トレがめちゃくちゃ苦で筋肉痛になるのが嫌すぎる。驚かれたでしょ。でもそうまず腕立てもできないしなんかその時ダンベルが流行ってて、こうなんかダンベルでこうやったり肩こうやったりとか、うん、それは全くできなくて、普通に一般で入ってきた選手よりできなかったんです本当にこれは本当に、そっか、体が本当にガリッガリで、そこで初めて、じゃあそうっす、重り持ってみたいな初めてやりました。でそのこんなに次の日痛くなるのみたいな、そうそうそうベンチプレスであの棒が上がんないみたいなすげえ、まあ、そんな感じでした。なんかケビン・デュラントの新人の頃のエピソードみたいな。いやでも本当にだから全然遅くないよっていうのを言いたいですから、ね、そうですね、中学校からやる必要はないんじゃないかなっていうのは。まあでもむしろね、はい、あのさっき言ったみたいなスキルだったりそっちがやっぱり、はい、そのファンダメンタルをねやっぱりやってほしいかなと思います。はあ、じゃあ周りは結構じゃあもうみんなやバリバリやってきたような、バリバリでしたね。だ本当それでシュート打てないから次の人が練習入っても腕が上がらないし全部エアボールみたいなよかったっす。大丈夫、それでなんかちょっとへこんで、はい、なんか、はい、わーやだもう腕も上がんねえしシュート入んねえしっていうなんか悪いループには入らなかった。もうやるしかねえ、まあ、そこはもうちゃんと断ち切る。ダメでももうやるしかねえ、きつかったけど、はい、もうそうっすね、やってたわけですね。やってましたね。うわー面白いなー、なんか面白そう。筋トレす今どう、逆に今は全然もうガンガンやります、ね、やっぱ必要性を感じて、はい、もうやっぱり大学入ってからもそうだし、うん、プロに来てからもまた感じることは違うし、うん、っていうのがあります。高校でまず一回そこのフィジカルの壁が、はい、そこで一回折れたっていうか、うん、こんなやんなきゃいけねえんだっていう体幹もそうだし本当にできなかったんで筋トレ、うん、筋肉がなかった。すげえ、はい、全国行くと、まあ、みんなもうそういうことやってる人たちが集まってきて、やっぱり周りは体も強いしそこは大事ですよね。ここでまた面白いのが1個下に西田選手いるんですよね。はい、いますね。これ初めてどうでした、入ってきた時後輩として。やっぱシュートは左利きのシューターってやっぱいないじゃないですか、うんうんうん、うわかっけえなみたいな。やっぱりもうね中学生の時に練習来るんですよやっぱり、うん、有望選手は、うん、その時からもう全然シュート力だけは高校生よりずば抜けてましたし、うん、このどう中村選手の代っていうか世代って、はい、先輩後輩ってどんな感じでした。いや僕が1年生の時は
僕書いてある青木さんの下にずっとついてて、うん、キャプテンだったんで、はいはい、青木さんの下についてプロテイン作ったりとか、はい、なんかそういう雑用めちゃくちゃしてて、うん、僕本当に田舎出身すぎてあの敬語使えなかったんですどういうこと田舎関係あるのかいや本当になんか多分舐めてて、うん、だから中学校の先生とかにも全然こうあ食べ口みたいなそう、うん、フランクな感じだったんで、うん、普通に高校入った時とかにもうボコボコっすよね英語使えないかとか普通に先生とかにも終わったかみたいに聞かれて終わったとか言ってたレベルです本当に終わりましたとかそういうのが本当に言えないぐらい生意気でした生意気っていうかまあそう感覚がなかったんじゃない そういうのが全くなかったっす逆に言えばだって中学校の時も後輩に別にそういう風に言われても気にしてなかったんですよ全く気にしなかったみんなが友達みたいな感じだったっていう そうですねそれがやっぱそのイメージというかそれはすごい覚えてます。はあ。でもそこでまた高校強豪に入ってからの初めての後輩で西田選手がいるっていうのも面白いですね。面白いっすよね。ちょっと変な感覚じゃないって高校で一緒にやってた人と今このトップリーグ B リーグでしかも今度また同じチームってどういう感じですか。いやでも大学の時も結構まあ周り見ると当たり前か。大学でも代表とかで一緒にやってましたし。そっかそっか。そんなになんかめちゃくちゃ違和感がある。っていう感じじゃないです。でも楽しみですよ。やっぱめちゃくちゃ試合早くしたいです。ね、だからそこが僕らとしても早く見たいところで。やっぱりあうんの呼吸ってあると思うんですよ。そういうのあるやっぱり。はい。あ、雄大ここいるなみたいな多分あるんじゃないかなと思ってて。そうか。だからじゃあ中村選手が1番やって、はい、西田選手が2番やったりっていうタイミングでの、はい、そういうあうんの呼吸が見られるかもっていうところだよね。はい。あったらいいですね。すっげえ楽しみそれ。そうか面白いですねで高校じゃあ実際にこの入ってさっきの話で、はい、中学校の時は全部自分がやらなきゃいけなかったわけじゃないですか、はい、でも高校入ったら自分がかなわないと思うようなメンバーがたくさんいる、はい、その中でじゃあ今度レギュラー目指してやろうで、はい、さらに頼れる仲間でもあるわけじゃないですか そうですね、そうなった時に自分のマインドってどう変化しましたいややっぱ頼れるとこは頼って、うん、人にできないことをやろうあもっとより役割分担みたいなそうっす、まあ、役割分担まではいかないんですけど、うんまあ、個性と個性のこう相乗効果というか消さないようにっていうのは、うん、多分意識してたと思いますでもそれこそ周りにこんだけシュート決めてくれる仲間がいたら、はい、それこそそのパスがもう楽しくてしょうがなかったじゃないですかそうっすねめちゃくちゃ楽しかったっす毎日の練習がやっぱりすごい楽しかったっていうのを覚えてます辛いよりもはいどんなにきつくても楽しかったですへえ、まあやっぱバスケがそんだけ高いレベルでできるっていう、はい、そうですね楽しかったですで今度じゃあ大学ですけど大学は法政大学、はい、これは選んだ理由としてはまあやっぱりもう塚本さんが当時いたので、うん、もう塚本さんがすごい来てくれて福岡まで、うん、足を運んでくれて、うん、試合もすごい見に来てくれて、うん、ですごいやっぱめちゃくちゃ話長いんですよ普通に練習終わって練習試合とか終わって、うん、まあ喫茶店みたいに行って1時間とか2時間とか喋ってみたいな、うん、何を話すの？いやもうなんかポイントガードとしてのなんか話とかバスケットの話とか、うん、プロに行ったらこうだよとか、うん、なんかすごいもう多種多様な話そうリクルーティングをするのを兼ねて話してるのか多分そうじゃないまあ自分スカちゃんも喋るのが好きだから、うん、スカちゃんも好きだから確かにだってまあ NBA の解説あれだけやってるぐらいですねじゃないですか僕は見てるじゃないですかいや見てる見てる、はい、すげーみたいなテレビの人だみたいなが目の前で熱く自分に語ってくれてるっていういいよみたいな言ってくれるんですよへー買ってくれたんですねじゃあそうっすねなんか練習試合見に来てて、うん、見てるとこがいいみたいな言われてほうリバウンド取って一回こう前を見るみたいな、うん、あそっかその姿勢というかそこまで見てたんですよ塚ちゃんはでも本人も中村選手も意識してた意識してなかったあそれ言われて、はあそうなんだ衝撃だったっすはあ気づかなかったところなんだ気づかしてくれたんだそうやってあとはなんか司令塔としての考え方でなんかその時は何だったっけななんか陸軍海軍空軍を操る司令官だみたいなほうで陸軍はもう走る選手の周りで、うん、で空軍がシュートから、うんうん、外からのシュートで、うん、海軍がなんか忘れたんですけどインサイドから分かんないですけど、うん、そういう話があったりとか、うん、結構面白かった例えていろいろ話してるんですねそうはい、それがすごい楽しくて、うんまあ、この塚ちゃんの下でやったら楽しいだろうなってへー、はい、でもやっぱポイントガードとしてもうやるみたいな、うん、意志がすごい固かったので、うん、もうそれで
決めました。自分の中ではその大型のポイントカードに行くんだっていう、はい、まあ時代的にもまだまだ日本にそんなこう登場してない時代じゃないですか。そうですね、僕が行った時は本当桜井選手、そう桜井亮太選手とか、まあ、宇都選手ぐらいですかね、うん、ぐらいだと思う。190オーバーでポイントガードやってるっていう選手がずっと代表の多分テーマでもあったと思うんですよね。そういう選手を輩出しなきゃっていうのは、はいはい、だそこがいよいよそういう選手が現れたぞっていうような先駆けといえば先駆けですもんね、はい、そうですね。今ではねすごい増えてきてると思うんですけど、うんうん、まあ、でもそれでも少ないと思う。それでもやっぱりまだ少ないしっていう、はい、そうか、でもそこのこだわりが自分の中であったんですね。そうですね、あったと思います。でその塚本さんにも行くなら僕はポイントガードとして行きます、はい、で塚本さんもポイントガードとして欲しいっていう、はい、そうです、はい、法政、それまたこれまただって君風ヘッドコーチの母校でもあるわけ で、はい、でしかも入った年の4年生に加藤君がいたわけでしょ。あ、違います、これ入れ替えです。入れ替えか、はい、そうか、ちょうど、はい、だから本当にトーナメントで僕が高3の時に加藤選手が、トーナメント3位でめっちゃ強いじゃんみたいな思ってて、入ったらいないみたいな、2人エースいたんですけど、その時2人いなくて、はい、えみたいになって、はい、僕全然調べてなかったんで大学のこと、はいはい、本当に自分が上手くなるためだけにもうヘッドコーチが監督がすごい大事だと思ってたんで、うん、監督に教わろうっていうので、まあ、法政選んだんで、うん、周りのメンバーとかあんま見てなくて。そうなの、全然調べなかったの、そこそうなんだ。じゃあ全国の周りの自分たちの同世代がどこ行くかっていうのもあんま気にしてなかった、はい、そうですね、まあなんかやっぱり当時はやっぱり筑波東海がすごい強かったんで、うん、まあ、そこに行っちゃうと試合には出れないなと思って、うんうん、フィジカルも違うし、やっぱ3つ年齢が上ってなるとまた違うと思うし、はぁ、うん、とりあえず試合に出たいし、はい、ポイントガードとして出たいしっていうのがあったんで、もう塚ちゃんも絶対使うみたいな。そこはじゃあさっきの高校選ぶときとの感覚とはまたちょっと違うわけだ ね、 そうですね、今度はもう出ないとっていう試合に、はあ、出ないと埋もれてしまうと思った。そうです、はい、なんか個性がなくなるというか、はいはいはい、みんなとこう同じような道たどってトップになる選手って本当限られてると思ってたん で、うんうん、で自分はまだそこにはたどり着けない、多分勝手に感覚として感じてたんですよ。それだ、はい、それを今日聞きたかったんだきっとそれだ。あ、そうですか。うん。あ、じゃあその捉え方ですね。だから今言ったみたいに、みんながこの道を行って王道で、はい、そのプロの道へ行くっていうところとまた違うまた選び方っていうので、はい、まずさっき試合に出ることが今の自分には必要だって感じたわけでしょ。はい、そうですね。多分一歩引いて見て、多分そうやって考えた。その俯瞰する力ってそれポイントガードだから得られてるものなのか、もともとなのか。どうなんですか、やっぱまあ環境と、まあ、教わったコーチと、うん、じゃないですかね。プライベートでもそう。いや、プライベートはどうかな。プライベートはちょっと意識してしたことないですよ。でもいつも SNS とかで毎日投稿してたりとか、はい、Twitter とかでも、はい、ああいうのをちゃんと自分で決めてやるじゃないですか、はい、で必ずちゃんと SNS も発信でも絶対ポジティブに発信してるし、はい、マイナスのこと言わないでしょ、はい、ああいうのも多分自分という人間の見られ方も多分どっかで分かってるんだろうなとか、はい、なんかそれって多分どっかで自分でこうこの辺になんか上の方にいる自分が見てたりするのかなとかっていう、はい、あでもその感覚はあるかもしれないですね、うん、人からのこう見られ方とか、うん、自分がどういう立ち位置にいるとか、うん、そういうのはでもすごい考えるようになったかなと思います。それはプロになったか。いや、でも高校の時ぐらいからやっぱ考えてたんじゃないですかね、ある程度は。やっぱ生き残るというか、まあ、大学生になってからですけど、うん、やっぱ B リーグできたのは、うん、でも当時やっぱ NBL に行くには関東の大学に行って、うん、っていうのがあったと思うんで、うん、とりあえず関東に行って、うん、そこで、まあ、代表なり、うん、そういうのになんとか絡んでトップの選手とこう渡り合っとけばそういう道に行けるっていうのは多分あったと思うんで。はあ、すごいな。なんかその辺のね、分析力というか、ちょっと冷静な部分もありますよね。そうですね。冷静なの。また。多分だからがむしゃらにこれだけってなって、はい、じゃあどう行くんだっていうのをちゃんとこういい意味で、はい、それがなんかね、室伏広治さんの言葉であったけど、集中って目の前のことやるだけじゃなくて、はい、なんか全体を捉えて冷静にいろいろ捉えた中でこれをやるっていうのがちゃんと見えてる人が集中できてるってことだ。へ、それなのかなみたいなこと今すごいつながったんですけど、どうなんですかね。まあでも冷静な面と、まあでも考えすぎちゃうとこが僕のダメなとこで、やっぱりそれやっぱ無意識に
こう本能に従う時も必要だし、うん、冷静に考える時もまあ必要だと思ってるんで、うん、まあ、まあバランスですよね、結局は、うん、まあ、どっちもやっぱ二面性がある方が絶対いいとは思ってるんで、うん、まあ、バスケにしても絶対そうですし、うん、まあ、プライベートに関してもどっちかだけってなるのはやっぱり、うん、あんまり自分としてもあんまりなんか良くないというか、そうだからすごいプライベートも大事にしてるなってのも感じるんですよ、はい、なんか結構あの投稿見ててもどこどこ遊び行ってきましたって、はい、ちゃんとその時間も大切にしながら、はい、でバスケにもう一回集中するっていう自分も多分いらっしゃるじゃないですか、はい、そこがそこもバランスだと思う、本当にそこはまあ意識してるから、確かにすげえバランスだな、やっぱだからポイントガードとしても、はい、その辺の多分うまいことをチームコントロールっていうのも多分そこにつながってくるんでしょうね、まあ、全然まだまだ経験がないのでそこはもう本当に経験だと思うんですけど、うん、でこの法政大学1年生の時ですよ、はい、さっきの話にもありますが、はい、特別指定で、はい、シーホースで、はい、しかもこのスター軍団、いや本当にオールスターっすよね本当にびっくり、柏木、金丸、比江島、橋本でしかも長谷川智也さんと加藤さんは法政の先輩ですし、そうじゃん監督も法政の先輩、そうです、もうここじゃんみたいなどうでしたか、そのずっとテレビで見てた天皇杯の決勝に出てたチームに、これは声がかかった感じ、あのですね、これも縁で、で、もともと夏に練習試合、まあ、合宿で愛知県に来たんですよ、はい、でもう三河さんにすごいもう塚本さんと君和さんの多分つながりで縁があって、はいはい、うん、三河でこう合宿をするってなって、まあ、ここで練習もしてたし、はいはい、練習試合もして、はい、その時確か20点ぐらい取ったんですよ。おー、使用されてに、そうす、確か結構調子良かったんですよ、うん、たまたまシュートも入って、うん、で、まあいいねみたいな、うん、なって、で、そっからでその合宿が終わって 1,2 週間ぐらい練習に参加させてもらってたんですよ、はい、三河の、はい、でそれで、まあ全然19で本当プロの世界って何も分かんないじゃないですか、実際こう、うん、もうほぼ高卒の選手、はいはい、で、まあプロのこう経験してこいって言われて、塚ちゃんに送り出してもらって 1,2 週間練習させてもらって、 そのつながりでじゃあ大学のシーズン終わって、うん、じゃあその特別試合ができたってなって、ちょうどそのできた年ですよね、そういうのがね、できて行くしかないでしょみたいになって、そこで、はい、どうって言われたんで、あ、行きますって言って、何も右も左も分からず来て、そうだよね、練習参加させてもらって、うん、でまさかね、本当に試合に出るとは1ミリも思ってなかったんで。どうでした、出た時に。いや、たまたま狩松さんかなんかが、うん、誰かが怪我かなんかで、かな、うん、はい、で欠員が出て、うん、そこにたまたま入ることができて、はい、で、まあ、点差もちょっと空いた試合だったと思うんで、うん、そこでいきなりポイントガード確か誰かポイントガード交代して比江島さんと加藤さんと出て、はい、いきなりボール運ぶのみたいなちょっとツーガードで頼むよみたいなそっか、はい、意外とね、できちゃって、はい、楽しかったっすね。7分出てますもんね。そうですよ、そうなんですよ、7分出てるんですよ、多分8分近く出てるんで、そうですね、そう、4分4分とか出たんですよね、すごいな、いきなり。で初得点も決めてですけど、これでも実際に何が一番違うなって思いました、プロって。なんでしょう、そのできちゃった部分があったと思うんだけど、やっぱもうみんなもう個人個人、やっぱ大学生高校生ってこうチームで動くじゃないですか、うん、やっぱりもうみんな個人個人でやることも違いますし、うん、考えてるし、うん、もうすごいなっていうの、個人個人で考えて動くっていうのはそこでこんなにみんな違うことやってるし、うん、自分に必要なことを考えて行動しないといけないんだっていうのを思いました、ね、やっぱり与えられる環境が多くて、日本のトップレベル、うん、どうしても、はいはい、何やれこれやれ、うん、やっぱり自分からこう、これが足りないからこれが必要で、この人に行けばこういうの教われるしみたいな、フィジカルで言えばこれが必要だからこういうとこに行ってこういうトレーニングしなきゃいけないっていうのが、うん、多分まあ、アメリカとかに比べちゃうと、うん、ヨーロッパとかに比べちゃうと、うん、まあ、ちょっと乏しいというか、待ってて、はい、言われるものをやっていくみたいな、それがすごい自分としてもこの時に足りないと思えたんで、あ、その自分の大学生活でも足りないなっていうのは、そうです、何やってもまだ足りない、まだ足りない、まだまだ足りない、ハングリーだね、
そこも求めてったんですね。そうですね。でもやれる感覚も持ったから、ね、自分もプロに行けるんだっていうのは自信にはなったんだよね。そうですね。この時に、まあ、プロっていうのが、まあ、より近い存在で、うん、今までももう旗から見ててあすごいなから、うん、まあ、ちょっとできそうだな、うん、俺もここでやるっていうのは覚悟はちょっとできたかなと思います。覚悟したから余計に足りない足りないって思いが多分強くなってた。そうそうそう、これじゃダメだみたいな、すごいあったし。でこっからね、面白いのが毎シーズンチーム変えるっていうのね、はいはい、これはなんか理由はあったんですか？いや、もうなんかせっかくなら、うん、もういろんなチーム経験したいと思って。はいはいはい、はい、まあ、あと、まあ、法政の OB とか、うんうん、まあ、塚本さんのつてとか、うん、まあ、大堀の OB のつてであったりとか、うん、もうフル活用して、うん、で、まあ、富山、横浜っていう風に、はい、まあ、行くことができましたね。で、京都も行って、はい、京都、京都ではもう40試合スターターで、はい、プレーをしてっていう、はい、この時にはもう法政大学を退部して、ね、はい、プロに専念したという形ですかね、はい、そうですね。4年生の関東トーナメントまでやって、うん、そこからもうプロで行けるチャンスがあるならもう行こうと、ある意味決意を固めた感じ、はい、もう単位もしっかり取ってた、うんうん、まあ、まあ卒業もできるから、はい、もうじゃあここで専念しようっていうふうに、はい、やっぱりバスケットに集中できる環境というか、うん、がやっぱプロにあると思うんで、うん、でましてやこう大学だったら3つ上が限界ですけど、プロに行けば20個上とか10個上とか当たり前で、だって今柏木選手もそうでしょ。そうですね、もう近いでしょ、まあ本当にそうですね。それがやっぱりすごい刺激で入った、だってシフト入った時 J がそうじゃなかった、20個上とかじゃなかった。そうです、はい、そんな感じです。子供とお父さんみたいな、 NBA 経験してる20個上の人と一緒にやってるみたいな。お父さんとバスケしてるみたいな。すごいよ、それは、まあ、それがプロの世界ってことだもんね。いや、そうですね。もうやっぱり高卒でも大卒でもベテランでもプロの舞台に入っちゃったら一緒なんで、うん、一緒にされるじゃないですか。一緒にされる、うん、そこはやっぱり私もうやっぱ結果出さないからですね。経験しないと分かんないことだと思うので、やっぱり飛び込むっていうのはすごい、右も左も分からなくてもまず飛び込んでみるっていうのは、まあ、すごい、まあ、今思えばよかったかなって思います。でここでね、本当にこの不思議なのが、その大学まで辞めて、はい、プロに行きます、 B リーグ行きます、はい、その次の年ですよ、はい、なぜ韓国、はい、ここなんですよ、なんか本当にここね、話そんなくなってここなぜっていう、はい、なんかきっかけはあったんですか？いや、もうきっかけはもう高校3年生、まあ、高校2年生の冬ですね、うん、新人、僕が一番上の代になってから、うん、その僕が行ったボンジュ DB プロミのイーサモン監督が、うん、大堀に練習に来てくれて、うんうん、ですごい、まあ、僕を、まあ、本格的なポイントガードとしてやったのは僕はこう高3になってからなんで、うん、もうその時にもう1年間ほぼほぼ D さんの元で練習したんですよ、うん、はい、韓国式 の、 そのピックアンドロールだったり、はい、オフボールだったり、はい、ディフェンスだったり、はい、ローテーションだったり、うん、ゾーンディフェンスだったり、うん、もうそういうのも1年間、ね、フルに叩き込まれて、はあ、これだと高3の時、はい、そんな経験があったんだ、はい、このバスケだ。だから当時とは多分試合見てもらえば分かるんですけど、高校生なのにめちゃくちゃ組織的なことしてるんですよ。へぇ、カッティングしてフレアして、うん、ピックしてダイブしてとか、ほぉ、すごいんですよ、その時で。メンバーもまあいたので、うん、まあでも試合では勝つことはできなかったんですけど、うんうん、やっぱり練習ですごいそのいろんなことをもうやって、それが楽しかった、めちゃくちゃ楽しかったです。はい、これかって、こんなに頭使って、プロのバスケはこれかって、はい、それはポイントガードだから全部分かってなきゃいけないしね。そうそうそう、全部把握しないといけないし、タイミングもそうだし、ポジションもそうだし、それがすごい。なんだもうあれ、ボール持つポジションぐらいまで指示されるのに、はい、本当に全てをバスケの基礎というか、考えるバスケを教わったのは、本格的に教わったのはこの時です。今までやっぱ感覚的にやってたのをこう理論づけるとか考えてやるっていうのはすごい。へ、高校生でもとにかく早くやるじゃないですか、はい、もう落ち着けるみたいな、うん、早く行くとこは早く行くけど、うん、止まるとこは止まれとか、そんなの言われないじゃないですか。え、ね、ちょっとでも相手の隙をつけみたいな、本当にそれがもうそうなんだ、毎日が本当にあそうなんだ、こうなんだ、こういうこともあるんだ、やっぱ引き出しがもうプロでやっぱりもう何年も韓国でもう代表もやってたし、はい、優勝もしてたし、はい、もうすごいやっぱもう経験と実績を持ってた監督だったので、
へえ。それがまさか大堀にっていう、そこもまあそこに至るまでにまたいろいろあったんですけど、ね、うん、本当にたまたまそれも縁で来てくれることになって、でまあこの E さんも高校生に教えるの初めて、うん、もうずっとプロで選手もやって、ね、体も出来上がった人たちをアシスタントコーチとかやって上がってきてて、学生を教えるの初めてだみたいな、でそれがなんか楽しかったみたいな、しかもまた異国の地でね、はい、本当に毎日大堀公園朝散歩して練習来てみたいな。コミュニケーションどうしてたんですか？は、まあ、通訳の方がずっといて、へえ、それが今のあのリョンキさんって方なんですけど、ああ、リョンキさん、はいはい、が1年間いたんですね、この時に。ずっと代理人やられてる方ですね。そう、僕の、まあ、僕と西田選手のエージェントで今ミルの選手、まあ、10人ぐらいいるんですけど、はい、まあ、ウィルファミリーやってますもんね。そうです、はい、それも、まあ、リョンギさんとやったのもこの時で、まあ、なぜか気に入ってもらってこの時に、はあ、はい、そこがもう全部つながってくるんです。この時に、まあ、人生変わりました。へえ、じゃあそれ西田選手もそれ経験してるわけだよね。はい、そうです、1年間やってるんで。はあ、すごい。でそのすごいですよ、思いがあって、はい、で韓国にそのじゃあ何、E さんがまた呼んでくれた感じなの？そうっす、はい、でアジア枠もちょうどできたんですよ、この時。なかったんだ。大学卒業してなかったんですよ。で、行けるっていう、まあ、もちろん僕が大学生の時も、うん、まあ、1年に1回ぐらい夏も練習行ったりとか、うんうん、まあ、理想枠で韓国行った時とかに、まあ、会ってたりしてたんで、はい、まあ、ずっとこう、まあ、コミュニケーションを通ってた。恩師だもんね、だって、はい、まあ、そういう縁もあってアジア枠ができて行くしかない。それにもう迷うことなかった？いや、迷わなかったですね。そうだから、なんそのね、韓国に行くっていうその発想がそのどういうところから来たのか、今ので全部ちょっとこう納得ができたというか、はい、やっぱ恩師がいてその楽しいバスケもう一回経験したい。で実際フィジカル強い部分もありますよね、韓国って。めちゃくちゃ強いし、まあ、やっぱりイーさんの、まあ、言うても学生レベルで教えてたもんで、うん、まあ、プロのレベルというか、うん、そういうのやっぱ教わりたくて、まあ、言葉もできないし文化も違うし、すごい大変だったんですけど。怖くなかった？めちゃくちゃ怖かっただって全く食文化も違えば、一からでしょ、ゼロからでしょ、言葉は。そうですね、もう何も分からず行ったの。一番最初大変だったの？いや、やっぱり言葉っすね、うん、言葉と、まあ、やっぱ練習量がすごいね、めちゃくちゃ走るし、それについていくの必死でしたね。行った場所はどこでしたっけ？モンジュってとこで、うん、まあ、ソウルからはバスで1時間半ぐらい結構行くんで、ちょっと田舎なんですけど、南北ピョンチャンの方ですね。はあ、寒いじゃん冬は。そう、めっちゃ寒いです、マイナス20度。ヘディンってわかります？あのめっちゃでこの辺膝ぐらいまである、うん、ジャンパーみたいな、うん、あれ着てないと死にますよ。本当？そう北海道とか寒さ的には寒いんじゃないですかね。雪とかは、まあ、降るのは降るんですけど、フルソウルでも厳しいっていう話は聞いてる。もうだから顔だけ、この辺だけ捨てて目だけ耳とかも出してたらもうそっか、一瞬なんで。手も手袋だし、靴下も二重だし。だって言うて山口福岡ってそう暖かいところだよね。そう、暖かいんで本当に冬は全然寒いところ初めてというか。でもシーズンの冬じゃない？そうっすね。体思うように動かなかったでしょ。まあでも韓国は暖房とか冷房すごいちゃんと設備してるんで、日本みたいにこう冷房ないところで練習とかは考えられないみたいな。ちゃんとそこは、はい、施設はしっかりしてるんです、ね、施設はすごいんで。冬でもウォーミングアップとか、日本だとジャンパー着たりとか長ズボン履くじゃないですか。そっか、半袖半パンですでぐらい今ちゃんと、まあ、めちゃくちゃあったかいんで。はあ、そうっすね。そういう環境はやっぱ、まあ、20年ぐらい K ビルやってるんで、はい、プロとして、はい、まあ、やっぱりプロとしての土台というか、そういうのは日本よりかちょっと整ってるというか。ルール面白いですよね。なんか外国籍もあれですよね、なんか、はい、足した身長の合計しか取れないみたいな、なんかは、なんか特別でした、ね、その1年だけでした。あ、その1年だけだったんだ、はい、なんかありましたよね。はい、そう、それこそサイモン選手とかそれで2メーター5とか言ってたらダメなのかね。そうなっちゃうともう、まあ、2メーター以上ダメみたいなはい、感じですよね。なんかそのビッグマン規制なのかな。 それでみんないなくなってとか。あ、もう今自由なんですか？今はもうサラリーキャップだけ、外国人選手もサラリーキャップあるんで、はいはい、まあ、韓国人選手もサラリーキャップあって、あ、サラリーキャップあるんですか？別なんですけど。へー、まあ、ちょっとそこは昔の日本のような実業団のような名残もまだ残ってますか。はー、でも年俸公表してたりとか、はー、まあ、なんか違うなってとこもあります。やっぱり文化としてもそうだし、ファンの皆さんの、はい、その
なんだろう、違いってどんなとこ感じますね、日本は。あ、やっぱり韓国の方がやっぱりなんていうんですかね、熱いというか、うん、やっぱり審判に対してのヤジとかそうそう確かに、ね、なんかそういうのはすごいなと思いました。フリースローの時に規制出したりとか、はい、なんか本当にこのチーム勝つために邪魔したりとか、うん、本当にチームを愛してるみたいな。でもオラが待ちっていうのもそうそう、日本はどちらかというとエンターテインメントでこうわーって見てる、優しいよね、はい、だから はい、あんまりその相手に対するやじもしないし、そうそうそう、アットホームで、うん、そこもいいと思うんですけど、韓国は厳しいですね、うん、そっか、はい、じゃあ例えばですけど、その自分のチームを応援してるファンからも何かやじが飛んでくることもある。そうそう、連敗とかするとやっぱり、はい、厳しいことある、はい、インスタのこう DM でメッセージが来てたりとかやっぱりなくじ、スポーツくじが確かあるんですよね、韓国は。やっぱりそこに多分お金かけてる人たちがそういうメッセージを送ってたりとか、いろんなものが乗っかっちゃってそういうのはあるんじゃないですかね。あとはなんかネイバーってサイトがあるんですけど、うん、まあ、日本でヤフーとかで見るみたいな、はいはいはい、ネイバー1本で、はい、まあ、そこにバスケのコーナーもあって、うん、まあ、そこにコメントとかが一時期めちゃくちゃすごかったらしくて、うん、そこにもう批判とかもすごかったらしくて、それで選手が病んじゃうみたいな。あ、そうだよね、めっちゃやられるよね、それはね。それぐらいあるぐらいやっぱりすごいバスケに対して熱い。その辺大丈夫だった？僕はもう言葉わかんないしあ、こんな感じねみたいな全然まあ流せたかなっていう、はい、あんまそういうのってあんま気にしないタイプですか？そうですね、もうケンチャナーの精神で。ああ、いいね、気にしないよケンチャナーやぞケンチャナーの精神。そうか、はい、でもどうです、その1年で終わらずに2年やったっていうのは何か理由があるんですか？はいはい、まあ、やっぱり1年目は、まあ、コロナもあったし、うん、まあ、ビザもなかなか出なかったし、うん、まあ、やっぱりオフシーズンこう結構ギリギリでいったというか、はいはい、あんまり準備できずにもうただある状態で、うんうん、まあ、シーズン臨んで、うん、途中すごいバテてしまったりとか、うんうん、全然準備もなくいったので、これはちょっともう1年しっかりオフシーズンからワンシーズンやって得れるものを得ようと思って、うん、2年目行こう、まあ、もともと 2,3 年は行こうって決めてたんで、1年で帰ってくるわけにいかないと思ってたんで、うん、はい、っていうのはありました。そっか、じゃあでもちゃんとでも帰ってくることは前提で。そうですね、でもやっぱ1年やって海外っていいな、あ、やっぱりなんていうんですかね、まあ、日本だとどうしてもこう人が喋ってることが聞こえてきたりとか、うんうん、自分がこう言ってることがこう気になったりはするじゃないですか、周りの目線というか、はい、海外出ちゃうと自分が言ってることも分かんないし、うん、もう素でいられるじゃないですか。確かに、本当その通りそれがすごい心地よくて、自分の中で分かる。やっぱり外国から来た、まあ、変なやつみたいな、うん、レッテル貼られるじゃないですけど、うん、あるじゃないですか、うん、海外行ったら、うん、それがめちゃくちゃ多分心地よくて、はもちろんいろんなところに気遣ってとか、まあ、上下関係とかすごい厳しかったんで韓国は、うん、もう日本みたいにおざーすみたいなじゃなくても、見ますよみたいな、もうちゃんと頭下げて、そう、それめちゃくちゃ怒られて、挨拶しないみたいな、めっちゃ言われて、同じてるじゃんみたいな、いや本当に、そんぐらい、まあ、衝撃だったんで、うん、まあ、その感覚とかも、まあ、すごい自分に、あ、まだまだ礼儀とかマナーとかモラルとか、うん、まあ、すごい必要だなっていうのも思えたし、うん、そういう関係に行って、そういうのはもう毎日が勉強だし。まあね、そう、図らずもいろいろ国産問題のこととかもね、まあ、自然とこう学ぶし、多分やっぱり近くて遠い国って韓国言われてて、うん、もうその理由とか行く前も全く分かんないし、うん、もう言葉も分かんないし、うん、本当に何も知らないんだなっていう自分、うん、本当に無力で海外に出ちゃうと自分じゃ何もできないんだなっていうのはすごい感じて、うん、それも良かったですね。それをちゃんと楽しいとか、はい、それをまたちゃんとこう心地いいって感じられるっていうのは、これまた性格なのかなって思って、いや、それが多分向いてない人もいるじゃないですか。いや、まあまあ確かに、全てがやっぱルーティーンのように毎日が分かってることの方が自分の力が発揮できるっていうタイプもいれば、はいはい、今みたいにいや全然何者でもないところになったところの方が心地いいみたいな、はい、まあでも多分飽きやすいんですよね結構ね、多分自分的にも。そっか、はい、だからいろんな環境で多分いる方が自分としてもいいんじゃないかなっていうのは今やって思いますけど。そう思います。だからこのチームを毎年変えてたのもそうだし環境は変えたいんだろうなって、分かってることやっても、うん、それ以上の成長はないんじゃないかみたいな。あ、まあ、もちろん分かっててこう上に行くっていうのも多分あると思うんですけど、うん、なんか自分の中でそれが多分フィットしてるんじゃないかな、うん、
みんな知ってて分かってる状況でやるのも多分もちろん心地よいし、うん、恵まれてるし、うん、いいと思うんですけど、うん、じゃあそれ以上あるかっていうのが自分の中ですごいなんかあるんじゃないですかね。でもその中でまたこのシーホースに戻ってきてくれたっていう理由は何ですか？はい、わあ、もうやっぱりもう一回こう、まあ、スタートじゃないですけど、うん、まあ、メンバーもすごい若くなってますし、うんうん、もう一回こう韓国で培ったこのものを発揮するにはどこかなっていうふうに思った時に、うん、まあ、もう声をかけてくれたのがシーホースだったので、うん、まあ、君和さんに、強いチーム作ろうよって言われて、うんうん、もうその一言はいっていう、あ、必要なピースだったんだからね、はい、だからこれだけの若い選手で本当にもうウイングも含めですけど、はい、これからまだまだ伸びていくぞっていう選手が、そうですね、みんなやっぱりアンダーの代表でいた選手とかばっかりで、これが楽しみなんだと。一番自分が韓国から持って帰ってきたもので、はい、このチームに生かせるなって思うって何ですか？何ですかね、やっぱり5対5、やっぱり最近ワンオンワンのスキルとかやること多いじゃないですか、ワークアウトとかでも、はい、まあ、僕も多いんですけど、うん、やっぱり結局はチームバスケ、うん、で韓国もやっぱ自己犠牲とか、うん、仲間を助けるとか、うん、すごいそういうのに、まあ、敏感というかすごいそういう精神があって、うん、自分もやっぱり自分のことしか本当考えてなかったんですけど、今まで自分の感覚はこうだし、俺はこうだと思ったらこうしかやらないみたいな、うん、じゃなくて人を助けて、うん、自分も生きるみたいな、あ、そういうの本当に学ばさせてもらって、うん、それがやっぱりそれまたイーサーから改めて、イーサーもそうだし、まあ、チームメイトもそういう選手、うん、やっぱり KBL で何でもやってる選手はすごいそういうところが長けてる選手が生き残ってたリーグだったんで、うんうん、すごいそこは見て学ぶのもそうだし、プレーして学ぶのもすごい、うん、そこは一番成長した部分かなと思うんで、そこが活かせればなっていうのは思ってます。当時はもうそういう気になる選手がいたら結構聞きに行ったりしてました。そうですね、いろんな選手にやっぱ聞きに行きましたね。そこ全然多分臆さないよね、多分ね、はい、何にも多分、はい、どう聞きに行っていいかなとかってあんまそう考えないですよ、多分ね。全く考えないまあでも多少はやっぱ年上の選手だとちゃんと部屋に行って、うんうん、とかはあると思うんですけど、まあでもでも聞きたいことがあればその気持ちが勝つわけでしょ。まあでもリョンギさんにも聞きに行けみたいな、めちゃくちゃ指導されて、まあ、そうだよね、でもせっかくの経験だしね、はい、そこは質問するのとかやっぱ好きで、うんうん、あの小学生のことあってめっちゃ上げて発表するタイプだったんで、確か、あ、好奇心がだからさっき言ったまあセットしてないのもそうだけど、好奇心も強いからこそ、好奇心めちゃくちゃ旺盛で行動力めちゃくちゃ、フットは軽くて、うん、明るくて、だってこの夏だってもうだって韓国も行ってれば ね、 ね、誕生日に、はい、その後アメリカ行ってたでしょ。アメリカも行って富士山登って徳島でワークアウトして山形でもワークアウトして山口にも帰って母校にも帰っていろんなとこ行きました。すごいね、はい、でそれぐらいいろんなとこでやっぱ環境変えながらやりたいわけだね。多分じっと知られないんであの本当に机にこうやってじっと座ってるのはできないんで、こう動いたりとかみたいなそれが多分普段の生活にも影響するんじゃないですか。多分そうでしょうね。いやー、そういう意味ではプロに本当に向いてるかもしれないですね、こうやってやっぱりいろんなとこ遠征で行ったりとか、はい、楽しみですね、環境も変わるからね、はい、いやそれでじゃあシーホースで今度さっきのもう一回話に戻りますけど、はい、まあ、同世代含め若い選手が多い中で、はい、今年のチームってどうなりそうですか？いやー、もうやっぱイケイケどんどんの時間帯とこう冷静な時間帯っていうのを、うん、まあ、すごい見極めるというか、うん、こう、まあ、それはさっき言った二面性じゃないですけど、うん、そういう時間帯をみんながどう感じてどうプレーできるかっていう、うん、まあ、そこはもう直感だと思うので、うん、もうそのゲームのフィーリング、うん、まあ、こうどう感じて今何をしなきゃいけないかっていうのをチームでできればもう一気にいけると思ってます、うん、あ、はい、そうだね、その歯車がちゃんと噛み合えば、そうっす、はい、そういうポテンシャルの人ばっかだもんね。そうっすね、やっぱりこう個人でこうイノシシのようにならないで、みんなでこうもっと喋って、うん、コミュニケーション取ってできれば僕も楽しみだなっていうのを想像はしてます。その辺は結構自分からもハードル組んだりとか、はい、そういうのってやるタイプですか？まあ、もちろんもうやっぱ日本語で喋れるんでそうだよね
今まで韓国語は本当にまあ、まあ、まあバスケット用語は、うんまあ、すごい勉強してすぐ喋れるようになったんですけど、はい、まあ拙い英語と、うん、拙い韓国語っていう、うん、もう本当にギリギリのところでやってたんで、それでもやってたわけだもんね、まあ、もう今4語でこうコミュニケーション取れるのがどれだけ楽しいか、そうか、もう喋れるのが本当に楽しくて本当に2年間字も書かないし日本語も喋らないし、本当にもう日本人なのに日本人じゃないから。孤独はあった？いや、めちゃくちゃ孤独でしたね。あ、孤独との戦いもそうだし、うん、やっぱり、ね、まあでも通訳の方とまず行ってたんで、うん、2人でシェアハウスって形で、うんまあ、日本語喋れる環境もまあったのはあったんで、うん、それは本当に救いだったんで、本当に1人だったら本当に耐えれなかったんじゃないか。ちゃんとそうやって結構精神的に強くなる一つのきっかけではあるよね。やっぱ若くないといけないんじゃないですか。そうだね、30超えてからやれって言われてもね、はい、なかなか、まあまあまあ、家族もあってとか、そう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 、環境もそうだし、うん、待遇もそうだし、まあ、年下は年下でやっぱり1年目なんかは僕がチームで一番年下だったんで、うん、本当にめちゃくちゃ怒られたし、うん、監督に怒られたら、もうコーチに怒られて、一番上の選手に怒られて、こう全部こう、階段のように、こう、やっぱりどうしても、下に来ちゃうんで、うんまあ、それに耐えるのとかも、めちゃくちゃ大変でしたし、同じことも何回も言われるみたい。で、言葉もわからないし、口調だけめちゃくちゃ強いし、なんだみたいな、これ。やっぱ聞いてるだけで頭すごい使っちゃうし。そうだね、確かにね。考えちゃうんで、それはもう海外に行った人にしか多分分かんないと思います。うんうん、そういう意味では今度そこがもういきなりもうその余計なことを考える必要なく、そうです、はい、持ってる日本語っていう元々の、そうです、自分の持ってる言葉を、はい、まあ、もちろんね、やっぱ英語はすごい大事なんで英語も勉強しなきゃいけないと思ってるんですけど、うんうん、僕はトリリンガになれるポテンシャルがあるんで。お、そうよ、韓国語もそうだもんね。そうだよね。そうかそうか、トリリンガルになれたらかっこいいなみたいな。かっこいい、だってそれこそだって韓国に挑戦する初の選手だったわけだし、はい、こういう初めてって本当一人しかいないわけじゃないですか。そうなんですよ、初尽くしがめちゃくちゃ好きで。でしょ、だからこれからも多分それやっていきたいタイプでしょ。はい、本当に人と違う道とか人と被るのが嫌とか初めてが好きとかそんな感じですよ。だから僕の中で中野大志選手をこう見てて、なんかこうバスケット選手っていう軸はもちろん強くあるんだけど、それと同時になんかこの中村太一っていう人間として、なんかその今言った好奇心にちゃんと逆らわないように生きていくっていう生き方がちゃんともう一個軸があるんだなと思って、プラスバスケット選手のこの自分の持ってる肩書きっていうのをうまくいい意味で利用してるんだなっていうのがあって、選手だから行けるところに行こうとか、そういうこともちゃんとやろうとしてるのかなっていうのが、なんかトータルで人生をすごい、さっき言ったバランスよく、はいはいはい、人生を、うん、はい、楽しんでる部分もあるのかなっていう。そうです、僕は、まあ、僕の中でいつも思うのは、あのドラマの主人公のように生きるそれがあって、うん、っと自分の人生をこうドラマのようにこういろんなエピソードとともにこう行くみたいな。じっとしてたら何もドラマ生まれない。その通り本当まさにそれをすごい最近なんか考えてました。ああ、そうか、はい、だからこそもう行ったことないとか、はい、飛び込んでみようとか、ドラマのいろんなこう起承転結。でもすごいね、でもちゃんとそれをさ応援してくれる人たちが周りに、そのリョンギさんも含め、マコラヨシも含めだけど、はい、いろんな方がいらっしゃるわけだもんね、コーチとか。そうですね、まあ、恩師もすごい多いですし、うん、感謝しなきゃいけない人っていうのがすごい多いんで、本当に自分だけじゃできないことって多いんで、うん、まあ、いろんな人の力を借りながら、いろんな人のためにも自分のためにも、うん、こういろんな行動をしていきたいなっていうのは思ってます。今後、まあ、全然多分この話からは多分想像はつかないんでしょうけど、はい、今後、はい、どんな選手になっていきたいですか。はい、でも、まあ、僕は、まあ、ずっと思ってるのはやっぱスケールの大きい選手、うん、まあ、プレーもそうだし、うん、人間としてもそうだし、うん、本当にスケールの大きさだけでは誰にも負けないぞっていうのを、はい、思ってます。それに対してのなんか自分のイメージに近い選手っています？誰ですかね。別に日本の選手じゃなくても NBA でもいいんですけど、はい、まあ、日本で言うと、まあ、安藤誠也選手。おー、フィリピン、カナダとか行ってて、そうですね、まあ、すごい面白いし、まあ、代表でもちょっと一緒になった期間あって、確かにすごい面白くて、あのメンタリティすごいわね。そう、本当に面白くて、それが、うん、まあ、自分に必要だなと思う、うん、韓
こいいなと。確かに確かに、はい、同じガードだしね。はい、あと誰ですかね。誰だろう。でもやっぱ海外経験してる人なのかな、そういう意味では。そうですね、あんまり。そうですね、誰ですかね。まあ NBA 結構好きなんで、うん、NBA めちゃくちゃ見ます。誰が好きですか。あんまドンチチですね、最近は。ドンチチ昔はやっぱアイバーソンとか、うん、マジック・ジョンソンとかが好きで真似してやってたし、うんうん、まあ、ポイントガードで言えばジェイソン・キッドとか、はい、やっぱトリプルダブルできる選手みたいな、すごい中学校の時とかめっちゃ意識してたんで、うん、あとはナッシュとか。ナッシュも、まあ、全部ガードだね。あ、そうそう、もうめちゃくちゃガード好きで、うん、あと誰いたかな、誰いました。いや、それこそ、まあ、クリス・ポール。クリス・ポールもそう、まあ、ポイントコットだもんね、はい、ガードが好きで。別にああいう、じゃあ今度攻撃型のリラードとかカリーとかああいう感じよりは、はい、もう少しこう。そうですね、そうですね。ちょっと最近の選手でちょっと僕にはそのシュート力はないなっていうのもちろんどんちっちゃいでもちょっとなんかクイックで打つっていうのはすごい練習はしてるんですけど、うん、僕にはこう持ってないものなんで、そういう選手よりかは、うん、そういう選手参考にするとか、はいはいはい、こうバスケットが上手いみたいな選手、うんうん、あ、こここう動いてるんだ、ここうならせるやつでしょ。そうそうそう、本当に、まあ、あんまり言い方は良くないですけど、まあ、バスケやっている人が見てて上手いなみたいな。この人今この人の考えで味方が動いたなっていうような。そう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 、そういう、まあ、やっぱバスケットを支配するじゃないですか、うん、まあ、コートを支配するとか、もうそういうプレイヤーが好きでしたね。あ、じゃあそういう、もう操ってる、もう操り人形のように操ってるとか、なんかそっちにやっぱ目がいっちゃいます。パスもだからここに走れよっていうパスを出すってことですね。まあ佐古さんとか、それこそ佐古さん、そうだね、佐古さん、柏木さんはもうすごい、確かに日本の中でもやっぱそういうところに長けたトップガードだと思ってる、うん、2人はすごい見て、また一緒にプレーできるじゃないですか。そうそう、盗めるもの盗んで、もういろんなこと聞きまくって、うん、あの時あんま話せなかったでしょ。いや、やっぱ19なんてもう恐れ多いし本当に本当に誰にも喋れないし、うん、もうなんか見て、あ、すごいな、なんで、うん、満足してましたその時はね、はい、あ、いい思い出だみたいな、はい、すげえなみたいな。でももう今違うレベルにね、ステージに来てるから、そうっす、もう戦わなきゃいけない、うん、どうやったら勝てるか、どうやったら食えるかっていうのはもう日々フル回転でやんなきゃいけないですね。いや、でもなんかこのほぼ今シーズンのね、シーホースのメンバーが、はい、結構ここ最近はずっとシーズンごとに入れ替わっちゃってた中で、はいはい、なんかほぼ皆さんが残ってくれて、 そうですね、はい、そこになんかこの最後のワンピースがポンとこの中村太地選手がポンとハマったことで、いよいよ噛み合うんじゃないかなっていうのがね、なんかすごいファンの間でも、まあ、僕の中でも特になんかすごいこう期待が高まってるんですけど、はい、いや、まあ、僕が一番楽しみです。いや、楽しみですね、はい。いや、ありがとうございます。今日はいろいろキャリアを紐解きながら、はいはい、ちょっと中村太地選手がいろいろな形で見えた気がしますんで、はい、ぜひあのヒーローインタビューの時でも、はい、いっぱいいろいろ喋ってください。喋りたいですね。いっぱい呼びたいし。まだ喋んのぐらい。ぜひぜひ楽しみにしてます。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。